いつもご視聴ありがとうございます。注文住宅でマイホームの実現の秘訣をお伝えする花ちゃんこと花です。今日は入居後に圧倒的な幸福感のあるライフスタイル実現型の住まいづくりが人気の理由とはについてお伝えしたいと思います。家づくりをどの会社に頼もうかと検討を進め始めた方がまず目に留まるのはテレビコマーシャルで流れてくる 大手ハウスメーカー、または日常生活において、お近くで工事していた住宅会社、友人が建てた公務店といった、見覚え聞き覚えのある会社ではないでしょうか。そうして調べ始めると、接種となるご家族が、知らず知らずにその会社の商品や、性能や、何が標準仕様でお得かという、業界側の理論である優劣競争の中に引きずり込まれ、気づいたら、 損徳の視点で会社選びをしなければいけないかのように、比較検討の基準を持たされてしまっていることが多分にあります。物や数値や損徳で見てしまう状況に陥らせることが住宅業界の良くない一面だと私は考えています。私も住宅品質にはとても強いこだわりを持っています。でも、性能やスペックでは真の幸福感は得られないと考え。 業界のそのような状況を変えたいとも考えています。だからこそ、この動画では、数値としての性能、スペックの標準仕様などの視点も大切ではありますが、実はそれ以上に大切な、住み始めてからじわじわと感じる、高い幸福度あるライフスタイルを実現する家づくり、性能やスペックを軽んじるわけではなく、完成後の暮らしの幸福感にフォーカスして、 あなたらしい生き方の器となる住まいを手に入れるための視点をご紹介します。完成後の住まいへの満足感を得るために、スタート時には間取りから考えてはいけない。住宅を建てるとなると、まず気になるのが間取りです。プラン集などを見て、欲しい部屋をパズルのように組み合わせていくことから、家づくりの一歩を始めようとしていたら、それは注意です。間取り図は、あくまでも二次元の平面です。 欲しい大きさから検討を始めると、その大きさが優先となり、後付けで、あなたの暮らしを考えるという順番になります。ものが先で、その後に自分の未来のやりたいことを当てはめていくということになるのです。それでは完成してから、あれが足りない、これが必要だったというものや空間の不足や配置に、ストレスや不満を感じてしまいます。あくまでもことが先、それに対して、 のの検討をしていくのです。間取りのイメージの方向性を膨らますために、いくつかの間取りをなんとなく見て楽しむのはいいですが、最初から間取り作りありきの計画は、完成して数年で使いづらい、住みにくいという後悔が生まれるのです。家作りは、あなたの未来の人生を見つめる大事な時間なのですから、あなたの価値観、言い換えれば、どうありたいかを定めることが重要です。 固定観念を解放しよう。家づくりをスタートした段階で、あなたにはすでに今の暮らしや住まいへの不満やストレス、そして育った環境などから、家に対する固定観念が備わっています。過去からの記憶や思い出の積み重ねを土台にして、未来の暮らしの計画が進むのです。だからこそ大切なのは、経験した過去からの住まいに対する願望を持ちながらも、これからの10年、 20年先に経験したいことを発想すること。そのように考えることで、家づくりとその先の未来をワクワクした状態で計画を進めることができるのです。暮らし提案型の注文住宅を建てる会社にご相談にお越しの方から他の会社で打ち合わせを進めてきたが、なぜか家づくりが楽しくない。新築すると建物は新しくなるが、それ以上の何かを期待できない。 というお話をよく聞きますこのような切実な声で、暮らし提案型の注文住宅を建てる会社に駆け込んでこられる方々は、住宅会社の営業担当者から性能やスペックは良い説明を受けるのですが、家づくりに関する質問となると、早く計画をまとめようとして、過去や今にフォーカスする間取りづくりに向き合わされることになります。そうすると 未来のワクワク感のない今の暮らしの不満を解決するだけになってしまうのです。まさに家族で作っていくこれから先の未来のシーンを想像させてくれる時間をゆっくりと取ることの重要性やそのアドバイスがなされないことになります。だからこそあなたは自らそのような固定観念を外し妄想を解放するような時間を取ることが大切なのです。妄想を 解放する方法とは、ここで妄想を解放する方法を3つご紹介します。利き腕ではない方の手で色鉛筆を持ち、思う存分に子供のように家で将来やりたいことをスケッチしてみる。家づくりとは関係がなくても憧れの場所、なぜかほっとした場所、実現できるかどうかを気にせず、将来体験したい時間を書き出す。現実を無視し、 20年後になっているとちょっとかっこいい自分成長する家族像をイメージしてメモしておくこのような時間をきちんと取ってくれる建築会社に依頼することをお勧めしますでもそういうことをやってくれるかどうか始まってみなければわからないこともありますのでその場合は設計デザイナーとの打ち合わせの際にメモのどれか一つでもあなたから議題に出して話してみましょう そうすると建築デザイナーはあなたの妄想を次第に空間として形に表現しあなたの夢と現実のバランスを取る方向に導いてくれますあなたはただ妄想を膨らますことのみでいいのです好きな雑誌本音楽など自分のセンスを棚下ろし目指すライフスタイルと高い幸福感を実現する家づくりで重要な要素としてあなたのセンス感性 大切にしたい価値観がしっかりと家づくりに反映されたかどうかが重要になります。スタート時に未来のやりたいこと自分のセンスや価値観など思いつかないなど思考がストップしてしまう方もいらっしゃいます。でもあなたが今見ている雑誌、本、漫画、音楽、アート、映画、テレビの番組など自分のなんとなく好きの中に確実にあなたの独自の感性や 本当に大事にしたい価値観が存在します。そして、もっと言うと、あなた自身が自らそれを分析する必要がなく、設計デザイナーに、ただ伝えるだけでいいのです。建築デザイナーは、あなたと対話を繰り返しながら、あなたの価値観に入り込み、デザイン、設計という形にするのです。これが自由設計の醍醐味なのです。イメージ写真の切り抜きやストックを、 先に伝えたように、言葉、文章、イラスト、写真などで、あなたの好きについてのイメージを、建築デザイナーに伝えることさえできればいいのですが、とはいえ難しく考える必要はありません。きちんと整理できている必要も、ありません。ランダムに集め、保存しておくだけ。あなたの集めた多く、そして雑然とした情報の中に、ある一貫したあなたのセンスや価値観が、 必ずあります。それを見つけることに秀でた能力のある人が、建築デザイナーであり、あなたが幸福を感じる住まいについてのコンセプトメイキングを一緒にすることから、設計業務はスタートするのです。単純に、欲しい間取りは何ですかリビングは何畳欲しいですかなどを最初に聞くだけで、間取りを描こうとするのは、決まった間取りのアレンジバージョンである、企画住宅の設計者の仕事。 建築デザイナーはあなたの価値観を多大の楽しい会話の中から見つけ、その後の提案の根底にずっと大事にし続けることを重要視するのです。だからこそあなたは不時になった自分の暮らしに合うと思う写真などをストックしていってくださいね。未来から逆算した家づくりを行うことが未来の高い幸福感につながります。ライフスタイルから考えた家づくりであなたが行うのは あなた自身を見つめ直すことです。それ以外は建築デザイナーからの提案を楽しみに待てばよいのです。自分の固定観念から自ら間取りを作り始めると、それに引っ張られ発想が止まってしまいます。建築デザイナーのライフスタイル提案力、センス、表現力をあなたが引き出しさえすれば、期待をはるかに超える空間提案を受けることができます。何度もお伝えしますが、 あなたがやることは簡単です。自分のなんとなく好き、未来に、やってみたい、かっこいい自分像、成長する将来の家族像を想像し、それを簡単なメモ、写真、イラストなどで伝えるだけ。そんな家づくりこそが、ライフスタイルを実現し、暮らし始めてから高い幸福感を得られる家づくりなのです。ぜひ、一つでも実践していただけることをおすすめします。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ためになる、役に立ったと思われる方は、高評価、そしてチャンネル登録をしていただけると、励みになり嬉しいです。それでは、これからもこのチャンネルと私、花もよろしくお願いいたします。